ガンモドキ。はい、どうもねぶりです。さあ、カルガラとノーランド来たんですけど、ちょっと待って、やばいことが起きてます。皆さん、また運営さんがやらかしました。見てこれ、誰はい、デマロブラックでございますね。偽麦わらの一味、あの2年後でね、みんなシャボンティ諸島に集まった時に偽ルフィとして君臨してきたこいつが、なんともうすでに実装されてしまっている。はい、もうこういうの何回目でしょうかね。前オーブンの時もだったんですけれども、はい、しかも白属性ということで、おそらくこれエイプリルフールの実装かと思いますが、かなりのフライングですね。一応ちょっと見てみる。はい、特性とかね、まあ、この特性の少なさ的に向上の可能性もあるが、はい、ちょっと見てみましょうか。ゲージ 100% 回復したら体力 30% 回復。あ、まあまあいいですね。なんかまあまあいいな。はい、で体力 50% 以上の時、敵のミニマップでは敵として表示される。はい、これおもろいな。これあの原作っぽいね、うん、で原作っぽい感じでいいね。はい、でスキル1に攻撃した時パラメータ増加効果、おお、まあまあいいな。なんかな、はい、あ、しかもこれ、はい、自チームの味方がお宝ダッシュした時チームブーストゲージ 3% 増加する。え、普通に良くないこれ。めっちゃこれってあれだよね、ベティと一緒だよね確かね。はい、しかもこれ味方が KO をした時体力 10% 回復。え、待って、なんか普通にいい臭いぞ。なんか普通にいい臭いぞこれ。しかもお宝の、お宝エリアで敵と対マンしてる時にスキル2のクールタイム短縮 100% 増加。え、なんかちょっといい特性があるこいつ。おもろ。スキルどんな感じ。はい、船長命令ですね。あ、なんかしょぼそうですねこれね。はい、15秒っていうのがね、クールタイム15秒っていうのが非常に少ないんだが、まあ、攻撃スキルではないようですね。で、ズラカルゾ。ズラカルゾ、何これ。長押ししてる間移動することができる。なるほどね。で、スキルボタンを離すとスキル、シンプルにめちゃくちゃ速くなるってことかな、これ。うん、シンプルにめちゃくちゃ。なんだよ、これマジで。いやー、運営さん、今年もやってきましたね。めちゃくちゃおもろい。ちょっと声聞いてみる。声あんのかな。知ってました、これ皆さん。おそらくこれ確かね、サンジの声なのよ。うん、あのね、2年後の、集まってるこの偽麦わらの一味はみんなワンピースの声優さんがごちゃ混ぜにしてんのよね。だから誰だったかな、サンジはフランキーがやってたりとかね、はい、いろいろねごちゃ混ぜにしてるんで、よかったらね皆さん、あのアニメも見てみてください。非常に面白いんでね。はい、ということでこれおそらくね4月1日エイプリルフールだと思いますので、皆さんちょっと楽しみにしておきましょう。いや、これちょっとフライングはないわこれ。正直普通にさ、あのムービーとか PV で見たかったんだけど、これもうなんでこれで出しちゃったんだよ梅さん、やめてよ。はい、じゃあカルガラとノーランドなんですけれども、ちょっとまだ引くかどうか悩んでるんですが、一旦ちょっと見ていきましょうかね、性能的な部分。はい、どうだったんでしょうか。まず攻撃力増加とありましたが、こちら最大 75% まで増加ということでね、まあ非常に上がりやすいよねこれね。一気に 75% はすぐいっちゃうんじゃないでしょうか。5回抜かれたらねもういっちゃうんでね。そしてこれもいいですね、スキルで敵に攻撃した時与えたダメージの 50% 回復、これもいいですね。はい、ダメージ減少なんでね、めちゃくちゃ相性がいいと思います。ほんでこれも地味にいいですね、お宝エリアにいる時よろけない、これめちゃくちゃいいね。しかもスキル2のクールタイム短縮 50% 増加、めっちゃいいなこれ。お宝エリアにいる時だからね、味方でも敵でもなくお宝エリアとりあえずいればいい。でこれだよね、得意属性の敵から攻撃された時に状態異常無効化する。そしてこれ防御力も上がるんだ。うわー、これはいいですね。ロジャーにはなかなか負けないねこれね、本当に。あ、見て、これ、危惧されていたシャンクスに対してどうかというところなんですが、はい、パラメータ増加中の敵に攻撃された時、受けるダメージ減少するので、まあ、シャンクスでもある程度耐えれるんじゃなかろうかと思いますけれどもね。いやー、でもちょっときついかな。30% 減少ぐらいじゃきついか。うわ、で、これ体力 50% 以上でスキル1のクールタイム短縮 50% 増加もいいなー。これもいいですねー。しかも敵から受けた割合ダメージ、割合ダメージの 50% 回復ということでね。
まあ猛火状態とか、まあそのあたりとかね、はい、いい感じに、うん、そうそうそう、いや、やっぱ結構見れば見るほどなんかいけそうだな。もうみんな他の人のプレイとか見ましたかね。結構いい感じだぞこれ。うん、まあ、ちょっと使ってみないとわかんないんですけど、めちゃくちゃ引きたいな。ちょっと後で引いてみましょうかね。で、ノーランド見ましょう。はい、こちらもめちゃくちゃいいのがありますね。自チームお宝ダッシュされ始めただけでスキル1のクールタイム 30% 短縮、めちゃくちゃ溜まりやすいねこのスキル1が。で、危惧していた状態以上の解除の条件はこちらですね。はい、あ、僕が昨日ちょっと話した通りでしたね。お宝エリアにいるときよろけなくなる、かつ、状態異常解除ということで、はい、皆さんやっぱりディフェンダーなんでね、宝エリアにいれば状態異常解除の恩恵が得られますのでね、中にいるようにしましょう。お、そしてぶっ飛ばしたときに、防御力が 20% 増加も結構これもいいですね。うん、はいはい、なるほどなるほど。で、スキルがこれがもう大丈夫が、お宝エリアにバチコーンと飛ぶやつですよね。桃のみたいに飛ぶやつですよ。で、30秒だし、これ短縮も結構早いんで溜まりやすいよね非常にこれ。うん、バン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 お宝エリア移動できるぞ。うん、なかなかいいと思いますけどもね。はい、こちらもそしてぶっ飛ばしスキルということで非常にいいかなと思います。じゃあちょっと1回ちょっとチケット使うか。うん、フェス券のチケットもうちょっと安くしてくんない？高くない？5600円ってもうこの1回で引き当てたいんだけど、 30% だよね多分ね。よし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 、さすがにこれで引き当てたいな。まあ軽々頼む、マジで軽々来てほしい。よしよしよし、フルエンなんで、まあどっちかは来るでしょう。しかも20回あるんでね、まあできれば2体とも来てほしいが、それはちょっと望みすぎでしょうか私。はい、どんな、おっと、全然何も来ないが、誰か来た。うーん、なるほどね。はい、アタッカーということで軽々だー！来たー！よし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 、ありがとうございます。ありがとうございます。カルガラちゃん欲しかったんです。ちょっとプレイ動画はまた別として、一旦ちょっと性能確認だけさせてください。はい、あ、一発目のではまあまあそこそこ早いっていう感じですね。で、2、3まで、はいはい、まあまあまあ、ここら辺はあんま変わんないよね、他のキャラとね。で、スキル1が、突進スキルでしたよね。はい、こちらでバチコーンと。なるほどね。これ結構避けやすいかもね。一旦構えるんで結構避けやすいスキルかもしれません。うん、で、スキル2。はい、こちらがチャージスキルなんで、これも使っていきましょうか。はい、どれくらいのチャージを持ってるかだよね。あ、なるほど。これはあれだね。ネプチューンみたいな感じでグリグリいく感じだね。しかもなんか徐々に前に出てたんだけど。ははは。前になんかじりじりと出てたんですけど、はい、その場に留まってはクレアしないのかいっていう感じでね。はい、じゃあちょっともう一回突進スキルだけ確認しましょうかね。はい、うん、こんな感じですね。ちょっとね、もう少し使い込んでいい感じになったら、またプレイ動画として出したいと思うんですけれども、まあ正直他のね、配信者さんの見た方が早いかなと思いますので、ぜひそちらでね、確認してください。僕もいろんな人の見てちょっと確認しておきますわ。はい。今日はちょっとね、デマのブラックをとりあえず早く伝えたかったって感じなんで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまたお疲れ様です。今日カラオケで録音したんだけど、みんなわかった？ちょっと音が反響してた。っていう人手挙げて、ああ、正解正解。